は、アルメニア系イラン人の建築家、庭園アーキテクト、都市計画家、建築ジャーナリスト。ウィーンで建築を学び、両世界大戦の戦艦機は、ウィーンやパリなどで活動し、近代建築国再開議設立にも参画。1925年パリ万国博覧会で出展制作した、水と光の庭園は、秀逸な作品として、今日でも知られる。 1933年にパフラビー朝政府の招兵に応じてイランに戻り、同国首都テヘランの都市計画に携わる。戦後はアメリカ合衆国にわたり、後進の育成に当たった。名前の表記はヨーロッパの造園歌島出版会。1892年に当時オスマン帝国領だったイスタンブールにアルメニア人の両親のもとに生まれる。父は、 宝石の専門家。その後、家族と共にテヘラーンへ移住し、そこで育った。1910年に、姉リディアと共に、ウィーンに渡り、建築家のおじアレックスがルースティアンの下で過ごす。1915年からウィーン王用美術大学にて、オスカール・ストルナードとヨーゼフ・ホフマンに建築を学ぶ。1919 19年に卒業証書を取得後、 ホフマンとストルナードのもとで1920年から3年間実務を経験する。1922年にパリに渡り、最初はアンリソバージュと、その後1926年まで、いとこと共に、ロベール・マレイコール・ステバンスのもとでパートナーを務め、マレ・ステバンス通りの集合住宅や、同時期のパリやコート・ダ・ジュールの別荘の設計を一緒に手掛ける。また、ルコル・ビュジエ、 アンドレ・リュルサ、ジーク・フリート・ギーディオンらの活動に参画する。1926年に独立し、パリで建築設計のほか、ガーデンデザイナーやライターなど建築ジャーナル方面での活動も行い、1927年のチャン創立に参画する。また、ルコルビューゼによってチャンの事務総長に任命される。事務総長は百二十八年から百三十二年まで、 勤める。二年後、フランスの有名な建築ジャーナル、エル・アーキテクチュアディ・ウジャード・ヌイの創立メンバーとなる。1932年、ヨーゼフ・フランツからウィーン工作連盟が行う、住宅供給、住宅地建設の仕事を誘われ、ウィーンに渡りこの仕事に専念する。その後イラン政府に招平され、1933年から1937年まで、テヘランに渡り、 地元の主任都市計画家と建築家として任命され、短期間に多くの政府機関や公共の建物を設計し、同時にイランに国際スタイルのモダニズム建築をもたらし、同国の近代化に重要な役割を果たす。1937年から1940年まではロンドンで活動する。ロンドンでのプロジェクトは第二次世界大戦によって実現されなかった。 1940年にパリへ戻り、ザールブリュッケンのアカデミーで教弁を取る傍ら、プレハブ住宅の開発に取り組む。ナチスドイツやビシー政権への協力を避けるため、建築家としての活動を中断する。終戦以降、地元の建築学校ジョルジュ・アン・リピングスソンで教え続けながら、ザールブリュッケンの戦災復興に取り組む。1948年からは、 米国に戦争中に移住していたウィーン時代の仲間からの誘いで渡米し、アラバマ工科大学に就任し都市の研究に取り組む。1949年から1969年まで、イリノイ大学教授。1953年、ハンス・フェッターの招待でザ、ザルツブルクのサマーアカデミーで教弁を取る。1955年に、アメリカ国籍取得。1969年引退。 ゲブレキアンが1925年のパリ、万国博覧会のためにデザインした、水と光の庭に与えられた空間は、複数の三角形状をした要素に分割されたに、等辺三角形であった。中心には、ロベールドローネが装飾を担当した4層の光を反射するプールを置き、その髪型に回転する球体を配した。球体は、内側から照明で飾った。 これらを積層させた植物で取り囲み、小さな三角形をした白色のガラスと桃色のすりガラスで作った低い壁で二重に取り巻いた。球体とキラキラした表面は光が庭園のすべての方向に反射されることを意図していた。夜になると球体の内側の照明から光が外へと放射され作品を活気づけた。初めの頃、報道は庭園を ペルシャ風庭園というレッテルを貼ったりもしたが、最終的には立体派の庭と呼ばれるようになった。この博覧会において、ケブレキアンはソニア・ドローネーとジャック・ハイムのブティックのためのパビリオン設計も手掛けている。ノア・イユ施釈夫妻の邸宅における立体派の庭、ケブレキアンが水と光の庭園に続いて、ナンフツイエールの施釈、シャルルドのアイユとその妻マリー・ロールのために設計した。 ビラドナイ湯の庭は小さく押し込められた三角形の空間であった。邸宅はコートダジュールの素晴らしい景色が見渡せる。夫妻はこれと鋭い対比を見せる建築全体によって自然を取り入れる一方で外界と一線を画することを望んだ。夫妻から邸宅の設計を任されたマレイコールステバンも彼の構想したランドスケープに何か工夫が欲しかった。 フサイマレイ・コール・ステバンは、この空間の形状がゲブレキアンの新しい設計スタイルに適していると考えた。庭における植栽の必要性は軽視されていた上、植物の育ち方もまちまちだったため、デザインはすぐにバランスを崩してしまった。そして、自身もまた有名なアマチュア庭園家であったシャルルドの愛由は、 デザインをすっかり取り替えてしまう誘惑にかられるとすぐさまそれを実行に移した。そのようなことはあっても、この庭は前年のパリの庭園の時よりも物理的に占有することへの考察という点で一歩前へ進んだものであった。ファッションデザイナー、ジャック・アンのために設計した邸宅は1927年から1930年にかけて建設された。 内装と家具のデザインに加えて、区形のテラスの連続により構成される庭のデザインも手掛けた。ゲブレキアンはこの時以来、近代建築国際会議の活動によく参加するようになり、機能的な様式へと移行した。家屋は、その後、広範囲にわたって改変が施され、2つの共同住宅に分割された。一連の庭園作品に関しては、芸術家の意図が、 どのようなものであったのか意味を正確に解釈することが難しい。が指摘するように文献上の証拠が欠けているため造園家の意図の多くが文書化されないままになっている。しかしながら彼ら造園家が立体派の運動を造園という専門分野の中で高く評価していたのは非常に確かなことである。作品の批評が立体派絵画の文字通りの置き換えや 直接の引用の解説に終始するのであれば、それは不当であるし、認識に欠けたところがある。ゲブレキアンにとって基本となる芸術媒体は絵画であったが、彼は立体派絵画以上に影響力を持つ設計を行った。また、彼の近代的な素材や技術への理解は、しばしば想像される以上に深いものがあった。は、楽園の庭の解釈として、次のように書いている。 楽園の庭は、その中を天国の四本の川を表す、水の要素が空間を均等に四等分する、理想化され、他から切り離された飛び地である。もし、ゲブレキアンが取り組まねばならない非常に制限された空間があり、人々に昔を見せびらかす必要があるとすれば、便宜的に二等分された庭における四つの光を反射するプールこそが、この水の要素であると、 ドッツは読み取った。大昔のメソポタミアに住んだ人々は、空を三角形だと思い、山として描いた。情け容赦ない太陽。これは、後の彼の設計デザインにおいても用いられる、テクニックである。木は、下にあるプールと上にある植物の中で、水を育てる。ドッツはまた、携帯が、ウェズリーの言うような、ピカソから直接引っ張ってきた。 浅くて圧縮されたパースペクティブであるというよりむしろ、まっすぐなアクソノメトリックであると読み取った。事実、ゲブレキアンは、アクソノメトリックを用いている。この図法は、投影後の全ての寸法が理想化された形状で、投影前のものと同じになる、よく用いられる投影法である。ゲブレキアンは、このアイデアをロベールとソニアドローネの二人と共に、さらに発展させた。 彼らは同時性主義芸術というものを描き出し、また、後に、ゲブレキアンと共に純粋主義運動を繰り広げるために、共同した。ありがとうございます。